長生寺は、福井県福井市藤島町にある、浄土新州の仏教寺院。浄土新州本願寺派の西長生寺と、新州大屋派の東長生寺がある。西長生寺、東長生寺ともに、本尊は阿弥陀如来、越前国の藤島の地に創建されたことから、藤島長生寺と呼ばれていた。越前国藤島省の地頭、芝豊号の肝人により、 明徳三年五月二十九日、藤島城の跡地に、本願寺五世、釈女の次男である、富江によって創建された。文明三年、本願寺八世連女が、吉崎の地に、吉崎五房を建立すると、長生寺四大連長は、和田本学寺、荒川工業寺などと共に、吉崎五房の周囲に、田屋を建てた。連長が、連女の十二女。 レインアマ・や甘年女を内室に迎えたこともあり、レイ女はしばしば長生寺に投入している。文明6年には、加賀国守護の東氏の内紛に巻き込まれたのか陛下のために消失している。古代実験とその史実、寺氏は、永正3年6月に戦われたく流川の戦いで、浅倉氏に敗北したことにより、本学寺と共に、加賀国に逃れた。以後、同時は、本学寺と一緒に、 加賀に逃れた越前門徒のまとめ役を担ったが、協力4年、ついにもともと加賀にいた、合衆参加時、加賀門徒と加賀亡命中の長生寺、本学寺、越前門徒が争う事態となり、大正一揆の争いとなった。結果は、本願寺が味方した長生寺、本学寺側が勝利し、以後、両寺は加賀で牽制を振るった。実権の弟、勝と七が、 工事元年越前への侵入、復帰を図ったが失敗する。翌年本願寺は、下妻雷子と下妻友吉に、朝倉氏との和睦工作を行わせたが、健介はそれに距離を置いた。結局は僕は失敗し、健介は本願寺の歓気にあった。しかし、A60 年に、朝倉氏との和睦が成立すると、本学寺と共に、越前に戻り、藤島の旧地に復帰した。 朝倉市滅亡後の天正二年、富田長主が反乱を起こした。それに続いて、越前一向一揆が発生すると、これに加担した。しかし、翌天正三年、織田信長が一向一揆を討伐するために、越前に攻め込んでくると、一揆軍は瓦解し、長生寺は消失した。慶長七年、本願寺が東西に分裂することとなると、長生寺は本願寺の命により、 同じく東西に分立することになった。弟、淳寺氏は、西本願寺、第十二世順序を支持して、西派、浄土新州本願寺派に属し、西長生寺として、旧地を領すると、兄富恵は東本願寺、第十二世教授を支持して、東派、新州大谷派に属し、西長生寺の南側に、東長生寺を建立した。西長庄寺は、江戸時代には、 副違反に諸権利を認められて優遇されるなどしたが、加盟6年6月28日、須作門を残して書道はすべて消失した。1882年4月13日、別格寺の格式指定を受けると、1935年4月には、別格別院長生寺となり、西本願寺23世、大谷見つける門主が住職を兼務した。1937年5月、 大谷高村の孫である男爵、三部照広が住職となる。西長生寺境内には、藤島城跡の石碑が建てられ、土塁が残っている。1948年6月28日の福井地震により、本堂は傾き、他の書道はすべて倒壊したが、その後復興した。ありがとうございます。